二人とも、うん、タオニちゃん、ライザ、前に遺跡に行った時にこんなものを見…いつの間に、ふん、風のごとく、何やら文字が書いてあったから解読してみんなに結局ダメでタオにお願いしたってわけ。うん、そういうことだ。ちょっと時間をもらえればどうにかね。頼りになるやつだな、タオは。俺の相棒になって一緒に旅悪い話じゃないと。そりゃ残念。とにかく解読の方は任せ。おはよう。ゴールドコイン使う。用事がなく。どこへ向かうつもり？よし、行くぞ。あのデニスさん。私たちも頑張って探してるんだけど、な。今露店をもう一回見てきたんだけど、町で情報を集めてみたけど同じだった。みんな僕のために苦労。別にいいさ、今まで誰も見たことのない金属なんだ。そりゃそうかもしれないけど、とにかく私たちが知ってる鉱石としての形で見つかるとも限らないんじゃない？ごく一般的な鉱石を割ってみたら未知の金属がなんて話も前に聞いたこと。それ言い出したらキリがなくなっちゃうよ。いや、ある鉱石や石の中からそれとは別の金属が見つかることって珍しくはないんだ。見つかるまで何もしないよりはすぐに手に入る鉱石を、とにかくもしかしたらそっちの方が見つ…それでも奇跡でも起こらねえ限り見つからないんだろ。でもちょっとでも可能性あるならやってみようよ。とにかくやれることは全部やってみた方が可能性は高くなるはずなんだし。すぐ手に入る鉱石なら何でもいい？とにかくたくさん持ってくるよ。いいのか？ここまで乗りかかった船なんだから。どうなる？いらっしゃい。どれを鍛えようかな。いい、これで大丈夫かな。どうかな。いや、調べる時間を考えるとこれが限界だと思う。数が多ければそれだけ見つかる可能性。それでどうかな。こればかりはわからないな。けど前にも言ったけど、ありきたりの構図だから何もしないよ。そうだ。残された時間は短い。私たちも最後まで応援してるから、手伝えそうなことがあるときは。どこか行きてえのか？よし、行く。そっか、ライザはまだ畑のお仕事も。錬金術師をするのは認めるけど、それはそれ、これはこれ、家のことは手伝って当然って。カールさんとミオさんらしいね。手伝いサボって怒られてるライザ、よく見たよな。そこ変なこと思い出さぬ。ライザさん、ご在宅です。あ、パーティー、入って入って。いえ、大丈夫です。そんなことないよ、大勢で話す方が楽しいもの。そういうこと。わかった。本当に？そんなことねえって。いろんなやつが集まって。いや、一応アトリエなんだけど。でもみんなでこうしていると隠れ家のことを思い出。
懐かしいね。あの隠れ家ってまだ残ってる？もちろん残ってるよ。みんなで快適に過ごせる大きさだもんな。そりゃ一人で使うには広すぎるが。あれからもう3年。またみんなで集まりたいね。しかし3年。毎日やることが多い。私もそう。でもね、みんなのことを考えない日は一日もなかったよ。仕事してるとき、食事中、眠る直前とかにも、みんな今頃何してるのかなって。私も森に行ったときは特にね。って、ここ暗くなるとこじゃなくない？そうね、今は久しぶりにみんな揃ってるんだもの。しんみりした感じでいたらもったいないよね。そういうこと。そろそろおいとまします。帰りが遅くな。あ、そいえ、少し歩いて帰りますので。素敵な人たち、3年も会ってなかったのにあんなに仲が。あの人たちはお互いを大切に思ってる。だとすると、どこに行きますか？よし、行くぞ。あれ、俺たちもこれからなんだ。こっちでいい。それじゃあお邪魔しちゃおっかな。美味しかった。いつもどれを注文するか悩ん。そうだな。あら、レント君、お口に合わなかったかしら。ああ、そんなことねえよ。マジでここの飯はうまいって。そう？なんだかあんなに美味しかったのに何が不満なのよ。違うって。不満とかじゃねえんだよ。ただ島で食ってたのに比べるとなんとなく。ああ、言われてみればオートの料理って。ああ、村の料理って基本的に薄味だよ。そう、ごめんなさいね、レント君。いやいやいや、めっちゃうまかったから。マジで飯は本当に。ただ急に島のことを思い出しちまって、あの味が懐かしくなっちまっただけ。僕たちもう3年も島に帰ってないからね。ずっと帰ってこないあんたたちが悪いんじゃない。これを機に一度帰ってきたら。懐かしくなったから帰ってきましたとか、かっこ悪すぎだろそれ。何か考えないといけないのかも。このお店はオートの外から来たお客さんがたくさん。その人たちが喜んでくれて落ち着いてくれる。え？場所によって味付けも具材も変わるのは当然よ。大丈夫、とりあえずいろいろ試してみるから。ほんと不満はないんだって。マジでうまかったから。だから。どこか行きてえのか？よし、行くぞ。タオとボースいるかな？見かけたら声かけてみようね。
相変わらず勉強頑張ってるのかな。なんかだと思うよ。ボースはこの3年間びっくりするくらい勉強ばっかり。お前が驚くほどなのか。一日でも早く立派になってブルネン家を継げる男になりたいんだってさ。ブルネン家ってあんなに必死で勉強しないと継げないのかね。少なくともモリッツさんに負けないくらいの人になるためには貴重な青春時代をガリ勉で過ごすとか俺にはさっぱり。いや、それだけじゃねえか。何のこと？何でもないよ。まあ、でもそうだ。それじゃあ空剣島メンバーの同窓会も兼ねてならボースもきっと時間作ってくれるよ。どうかな。あ、右に同じ。放っておくのも友情ってもんだぜ。何それ、意味。ボースって察しがいいから余計な心配するなって怒る。何よ二人とも。と、それなら私が、はあ、あ、まあライザ。ねえ、どこに行くのさ。どこに行こうかな。よし、行くぞ。もしかしてこの辺の職人さん相手に当たる。いや、散歩がてらのオート散策ってところかな。ほら、どういうことですか。私が行商人やってた頃って特産品とか、ね、でもオートって特産品とかはないでしょ。だから買い付けた商品を売るだけ売ったら。マジですか、それ店まで。こそりゃオートは行商人が絶対に立ち寄る街だから、ここに店構えれば絶対。だから未だによく知らないオートを時々こうして見て回りながらちょっとした冒険。そんなところかな。知らないところを見て歩くのって。それで行商人やってた頃を懐かしんでるってことです。そうそう、その通り。思いつきで店主なんかやってみたけどやっぱダメよ、合わない。む、あんたたちもそう思うでしょ。ロミーさんイコール行商。あれだけ繁盛させてる時点で絶対才能はある。ロミーさんの性格的には向いてないかも。どこに行こうかな。よし、行くぞ。
これこれ。あった、これこれ。ねえ、どこに？よーし、行くぞー。